鶴直人、鶴直人、鶴直と、1987年4月25日体は、大阪船屋川市出身の元プロ野球選手、投手。右投げ左だ。中学校時代は、ボーイズリーグの忠田岡ボーイズに所属し、チームの一年後輩に、前田健太がいた。近畿大学附属高校に進学後は、大阪東院高校の辻内高成、平田良介。 理政者高校の岡田隆弘らと共に、何和の四天皇と呼ばれた3年夏の大阪大会では肘を故障して満足に投げられず五回戦で PL 学園高校に敗退。高校生の時に球速は時速1 5 1トルに達していた。秋の高校生ドラフト会議で阪神タイガースから一巡目、指名を受け入団。 は前日の肘の故障のリハビリと体作りに専念し、実践登板はなく、シーズン終了後の周期キャンプでプロ入り後初めて、ブルペンで保守相手に投げ込んだ。は、ウエスタンリーグで公式戦初登板をしたものの、周期キャンプでラら骨を疲労骨折。は4月15日に二軍公式戦の広島東洋カープ戦で6回無失点に抑え、二軍戦初勝利を挙げた。 4月25日、自身の誕生日に初の一軍昇格も、当番機会はなく二軍に戻った。その後、6月15日に再昇格すると、同日の対ジバロッテマリーンズ戦で一軍初当番、初先発をしたが、打者6人に対して、被安打5、吉91の6失点で一つもアウトを取れずに、降板。敗戦投手にはならなかったが、翌日に二軍降格した。 2軍では、年間通して先発ローテーションを守って7勝を挙げ、中日ドラゴンズの佐藤光と並んで、ウエスタンリーグ最多勝利のタイトルを獲得。しかし、腰を痛めたために、周期キャンプには参加できなかった。は、ウエスタンリーグで17試合に登板して1勝3敗。2セーブ、防御率5.00。9月27日に、下柳剛と入れ替えで1軍昇格。 翌9月28日の東京ヤクルトスワローズ、戦で5番手として、シーズン初登板、1回を無失点で抑えた。シーズン後のフェニックスリーグでは3試合に先発して2勝、0敗を記録し、平田勝夫2軍監督から、今、1軍がシーズン中なら間違いなく、鶴が1軍昇格ナンバー1候補になっているよと評価された。5月に入ってから軍で登板するようになり、 5月29日の北海道日本ハムファイターズ戦で先発登板すると6回に失点でプロ初勝利、初先発勝利を挙げた。その後8月まで先発ローテーションの一角として活躍していたが勝ち星は2勝止まり、9月以降は背筋を痛め二軍打ちとなった。も先発ローテーション入りのチャンスは与えられたものの、なかなか結果を残すことができず、夏場に二軍打ちとなった。 シーズン終盤に一軍に最昇格し、広島との最終戦で5回を無安打無失点に抑える高騰を見せたが、打線の援護がなく、無失点のまま代打を出されたために勝ち星はなく、結局このシーズンは未勝利に終わった。は、安藤裕也の復調もあって、先発から中継ぎに転向した。シーズンを通じて一軍に帯同するとともに、自己最多の43試合に登板。 チームがリードを許している場面での救援投板が多かったが2年ぶりの白星を挙げたほか防御率も1.89を記録した。もう前年に続いて中継ぎ要員として開幕1軍を果たした。開幕後は不調で2軍に降格した時期もあったが5月14日の福岡ソフトバンクホークス戦では自己最多タイのシーズン記録となる2勝目を挙げている。その後は 2軍での再調整を経て、8月17日の東京をヤクルトスワローズ戦、京セラドーム大阪で、先発投手として7回を無失点と好投、自己最多のシーズン3勝目を、先発では自身3年振りの勝利で飾った。2は、先発陣営の定着を目指したが、春季キャンプの後半から中継ぎ要因に再転向。3年連続の開幕1軍を果たしたが、 開幕カードの読売ジャイアンツ戦、東京ドームに2試合投げただけで、3月31日に登録を抹消された。なお、抹消後は、先発要因として、再調整。1軍でのシーズン初先発になった5月4日の東京ヤクルトスワローズ戦、神宮では、6回1失点の高頭で、シーズン初勝利を挙げた。21軍公式戦5試合に2試合登板。 いずれも、救援要員としての起用だったが、勝敗がつかないまま、2016年10月1日に、球団から戦力外通告を受けた。鶴自身は、NPB 他球団での現役続行を希望していた、ことから、2016年11月12日に、甲子園球場の12球団合同トライアウトへ、参加。シートバッティング形式で対戦した3人の打者を、 無安打に抑えるとともに、最速時速144キロメートルのストレートで2つの三振を奪った。しかし、NPB た球団から獲得のオファーを受けるまでには、至らず、現役を引退した。同年12月2日付で、NPB から自由契約選手として講じ、阪神球団の職員に転身。2018年1月1日付で営業部へ配属されたことを機に、 ファンコミュニケーション担当の職員として活動している。同年4月1日からは、同日から開校するタイガースアカデミーベースボールスクール、球団に新設された、新校部による、小学6年生までの児童向け野球教室で、専任コーチを務める予定。平均球速約時速1 3 7トルの、速球とスライダー、シュートを主に投げていた。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。